フィオルン、大丈夫なのか？やっぱり分かっちゃう。ごめんね、気を使わせちゃって。そんなに辛いのか、その体は？そこまで辛くはないんだけど、みんなが気になるかなって。あ、そんな顔しないで。結構気楽なんだよこれ。食べ過ぎとかもう気にする必要ないし。そういうものか。この体、胸のパーツからのエネルギーで動いてたんだけど、あれもモナドだったんだね。不思議な気分。モナド？そのモナド、ザンザに奪われたのではないか。ではどうなるのだその体。しばらくは大丈夫。溜め込まれたエネルギーがまだ残ってるから。しばらくって。ネリア、もし私がいなくなったら、シルコのこと。言うな、そんな言葉。どう答えればよいというのだ。ごめん。ごめんね。お前が謝ることではない。そうだね。じゃあ、ありがとう。シルクが起きたら言わなくていいのか？うん、あいつ気を使いすぎちゃうし。そうだな、そういうやつだったな。私ね、本当はもう死んでるんだ。鬼神兵に襲われた時。フィオル。だから今は幸せなの。どんな体でも生きていられるだけ。わずかな間かもしれないけど、シルクのそばにいられるんだから。そんなに好きなのか？うん。だから私は戦う。シルクの力になるために。さあ帰ろう。みんなを心配させちゃう。ああそうだな。ねえメリア、さっきの話みんなには内緒にしてくれる？心配はさせたくないということか。強がりだな。かもしれない。でも時が来たら自分で話すから。分かった。